アラスカのエドワード・ウィリアム・ネルソンエドワード・ウィリアム・ネルソンはアメリカ合衆国の動物学者、民族学者である。アラスカやメキシコの動物を収集研究したニューハンプシャー州のマンチェスターで生まれた。父親は南北戦争で戦死し、1868年から母親とシカゴに住むが、1871年のシカゴの大化でニューハンプシャー州に戻った。 1876年にジョンズ・ホップキンス大学で生物学を学ぶが、1877年には陸軍に入隊し、通信部隊に配属された。スミソニアン協会の博物標本の収集を進めていたスペンサー・フラトン・ベアードに選ばれて、アラスカのセント・マイケルで動物や植物の情報を送る仕事を1881年まで続けた。1881年に、 行方不明となったアセス・ジャネット号の創作公開に参加したトーマス・コーウィン号に博物学者として選ばれ北極海のウランゲリ島まで公開した。1887年にこの公開の報告書レポートアポンナチュラルヒストリーコレクションズメイドインアラスカビトウィーン・ザ・イヤーズ1877-1881を執筆した。1九百年にはエスキモーに関する 民族学的な著作、ザ・エスキモー・アバウト・ベリング・ストレートも執筆した。1890年に、アメリカノーム賞の鳥類、動物学部門のリーダー、クリントン・ハート・メディアムが率いた、デスバレーの探検調査に参加した。1891年からメキシコに派遣され、14年間、メキシコの脊椎動物の研究を行った。そのうち、10年間は、若い動物学者、 ゴールドマンと共に働いた。その後、生物調査局で働き、1921年に退職した。1916年から1927年の間、生物調査局の局長を務めた。1908年から1911年の間、アメリカ長学会の会長。1921年から1924年の間、アメリカ哺乳類学会の会長を務めた。 ワシントン生物学会の会長も務めた。アラスカなどに生息する野生のヤギの種、オビスドリーや、メキシコオカムや、ツバメカの種、プログンシナロへの記載論文など200以上の科学論文を執筆した。クリントン・ハート・メリアムによって、メキシコハイ,イログマや、ネルソン・レイヨージリスなどに、懸命されている。EW ・ネルソンは、植物の学名で命名者を示す場合に、 エドワード・ウィリアム・ネルソンを示すのに使われる。ありがとうございます。